こんにちは、花屋龍馬さん、そして動画をご覧の皆様、速稼塾の久保です。まあ、今日はね、宇宙戦艦ヤマトの格好でお送りしてますけども、実はね、地域にちょっとしたイベントがありまして、私その度にね、こういろんな格好で呼ばれるんですけども、今日は戦争体験を語ってくれということで、戦争を体験したことのない私がですね、まるで戦場に行ったかのような話をしてきたんですよね。まあ会場はね、一度シーンとして最後には涙ぐむご老人がいて、子供たちはね、最初はね、これかっこいいかっこいいって触らせて言ってたんだけども、最後の方はですね、やっぱり平和って本当に大事だよねっていうことで、まあ一致団結したと言いますか、それを機会に若い世代ね、小学生ぐらいの男の子女の子と、80代ぐらいかな、80代90代ぐらいの車椅子とかね、それから手押し車に乗って私の周りに集まってくれたご老人がちょっとね、仲良くなって帰っていったみたいなことがありました。今日はね、どんな話をしたのかと言いますと、実は今日ね、あるゲストがいらっしゃってたんですよ。で、その方とお二人で、私がね、インタビューをして答えていただくみたいなことをやり取りを繰り返していたんですけども、実はですね、私のこの町内地域にもですね、自衛官の方がいらっしゃってて、で、自衛官の方っていうのは、まあ軍事機密っていうのがあるんでしょうね。やっぱりいろいろと外交のこととかね、それから隊員たちでの雑談、こういうのは一切話せないことになってるみたいです。まあ、ですんでね、いつもね、にこやかに明るく公務員とだけ名乗って、まあね、深夜に出かけて行ったりとか、何日も泊まりで、それからしばらくして帰ってくるみたいなことをやっていて、で、やっぱり耳に入るのは、自衛隊反対とかね、安保反対とかなんかいろいろとある中で、やっぱこう戦争反対とかねいう気持ちはあるんですけども、誰よりも戦争反対と考えているのは、私は自衛隊の方そのものではないかなといつも思ってるんですよ。だって直接戦場に行くのは自衛隊の方ですからね。で、私たちみたいな素人がね、戦場に行っても兵器は使えないし、度胸はないし、走るのは遅いし、役に立たないんですよ。せいぜい捕虜になって、自衛隊の足を引っ張ることぐらいなんだろうなと思うんですよね。で、今日はね、そういう話から始まって、私がお招きしたゲストの方にちょっとね、戦争体験を話してもらうことになったんですよ。で、私がインタビュー形式でいろいろ聞き取りながらね、最初はね、戦争がかっこいい、戦争の格好がかっこいいなって子供たちはいたもんですから、まあ多分この子供たちはちょっと考えを改めるだろうなと思いながら、その方とお話ししました。その方はもうほとんど体が動かなくって、今日のためにね、やっと来てくれたんですけども、その方はね、いろいろと自分の戦争体験を話してくれたんですよ。まさにその通りですけども、今日はね、その戦争体験の中身を話すんじゃなくて、その話が終わった後に起きたエピソードをちょっと聞いてもらいたいんですよ。花屋龍馬さんからはね、マインドの話って言われてたんですけども、多分この話も十分マインドの話になると思うんですね。その方が、そのご老人の方がね、戦争体験を話された後に、本当に何年かぶりかだと思うんですけども、まあ大げさですかね、まあ少なくとも何ヶ月ぶりかに、そのやっとの思いで座っている椅子からね、こういうふうに立ち上がろうとしたんですよ。立ち上がろうとしたんで、私ははじめ、もう他の方がね、周りの、なんですかね、介助、連れ添いの方が、大丈夫ですかって止めるんですけども、立たせてくれって感じで、こういうふうに前かがみになるんですよね。でもやっぱり立てなかったんですよ。で、立てなくて、ぐぐっとね、そのままよろよろと後ろに腰掛けたまま、涙を流し始めたんですね。まあ、その時に私はね、この方が何を言うのかってことはだいぶ察しがついて、私も胸が熱くなったんですけども、この方はね、私がね、今日は自衛隊の方がいらっしゃってるんですよってことを、やり取りの中でポロッと話しちゃった時からもう態度が全然変わったんですよ。どう変わったかっていうことなんで、もうそれが意味するものがね、もうそのおじいさんの戦争体験の話なんてもうどっかに行っちゃうぐらい、本当に別世界に行っちゃったんですよね。今日自衛隊の方もいらっしゃってるんでって言った時に、そのご老人の方は態度が変わって、それから話を一通りね、終わった後で立ち上がろうとして立てなかったってこと、これを想像してください。これを想像した後で、おじいさんがね、言われたこと、ちょっとね、本当にか細い小さな声で言われたことを、私は聞きながら、こう言われてますよっていうふうに、まるで通訳をするかのようにね、小さい声だから拡声器もないですから、私が代わりに話していきました。で、その方は何て言ったかというと、自衛隊の方、これから大人になる若い方、本当に申し訳なかったと。そのおじいさんが会場の方に頭を下げて、本当は立ち上がりたかったんでしょうね、謝っておられました。その方が言うには、
私は戦争体験なんぞを偉そうに語って、戦争はいかんよっていうふうなことをさっき言ったけどもね、でも日本が今のような状況になってしまったのはわしらのせいなんじゃというわけなんですよ。わしらが日本を守りきれんかった。誰一人手を抜いたわけではないが、そして一般市民まで戦場に行ってほとんどが帰ってこなかった。なのに君たちの国を守れんかったんだ。そういうわけなんですよね。そして特に自衛隊の方に言っておきたい。君たちが今外交的に苦しくって、そしていろんな諸問題で苦しんでおられる。そして十分な予算も割り当てられずに待遇も決していいとは言えない。それは全てわしらがかつてね、戦争で負けた時にアメリカ GHQ に武装を解除されて、そして世界的にもね、戦争を放棄するように責められた。だから私たちは今素手のような戦いでね、素手のような格好で諸外国の戦いに挑まなくてはならないと。そのためには外交がものすごく大事なんだが、ただ外交力のあるね、そんな外相がいればいいけども、そんなことは珍しいと。所詮官僚組織、その立場になれば自分の身を守ることとか、自分の家族の給料を確保するために本当にね、国民のこととか国家のことを考える余裕はないだろうと。で、当時の兵士たちは自分の家族を置いて戦場に行って帰ってこないことを覚悟して、その士官までもね、士官っていうのは少尉とか中尉とか大尉とかね、それから場合によっては少佐とか中佐ぐらいまでなんですけども、その士官までがね、もう帰らないことを覚悟して家族を置いてお国のためという名のもとにね、何のためかわからない、もう死しか待っていないと分かっている戦闘に向かっていたわけなんですよね。それでも何かが次の世代に残したい、もしかしたら国が守れるかもしれない、その時には自分は死んでるかもしれないけども、それを見ることはできないけども、少なくともね、一日でも踏ん張って日本が敗戦する姿を見なくて済むんではないかなっていうふうに、そんなこと言われてましたね。そういうふうに信じて戦ったんだが、まあ何人若者をつぎ込んで、ほとんどが戦死して帰ってこなかった。その家族はみんな不幸になって孤児を作った、未亡人を作った。それほどまでにやったのに戦争負けてしまったと。無条件降伏、日本は圧倒的不利なところから進まなければならなかった。それは今でも続いてるっていうことを言われてたんですよ。今でも先ほどの話の続きですけども、自衛隊の方皆さんの待遇が悪く、ある時はね、同じ国の国民にすら自衛隊なんてやめろと言われながら、罵声を浴びながらでも災害救助に行ったりとか海外支援に行ったりとかする。どんな気持ちなんだろうかと想像すると、わしらの方がまだ戦いやすかったって言われてますよね。わしらは少なくとも上辺だけかもしれませんが、おめでとう万歳と言われながら駅から戦場に向かっていった。その駅ではね、村中の人が万歳万歳と涙を流しながら大声で私たちを送ってくれたよ。でも今はどうだろうかと。日本国民全員が、そういう時代になったのかもしれないけども、自衛隊なんてなくていい、自衛隊反対、憲法9条どうだ、ね、憲法改正がどうだということで争っていると、自由な時代になったのかもしれないけども、どちらにしてもそれも全てね、今の皆さんの不満はわしらが戦場に行って勝てなかったからだというふうに言われてたんですよね。まあそこまで言われるとね、私もちょっと言葉に詰まると、今でも言葉に詰まるんですけども、その自衛官の方がね、どうされてたかってことなんですけども、その話を聞きながら、それまではねちょっと明るい雰囲気だったんですけども、ピリッと直立そうになって、そして最後は目に涙を浮かべながらね、敬礼の姿勢をとってましたね。なんかね、本当なんか時代を超えて70年、心が通じ合ったんではなかろうかと思った瞬間でしたね。まあ今日はね、こんな話になってしまいましたけども、ズーム対談ね、いきなりズーム対談の話なんですけども、マインドの話ね、そして雑談、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ではいってらっしゃい。